DAW レッスン堀田です。鈴木です。今回からキューベースのショートティップスを始めたいと思います。まず第1回目でやってたロジックのミネロバッファロック音の、キューベース版でもできるよっていうところをまず、お見せできたらと思います。よく使う機能なので、覚えておけるといいかな。ミディのリアルタイム入力を便利にする機能ですよね。はい、です。はい。じゃあまず最初に一回どんな風な挙動になるのか見せてもらっていいでしょうか。はい、わかりました。とりあえず一回やってみます。普通に再生して、そうですね、はい、で止める、うん、で、シフトを押しながら米印アスタリスクですねを押すと今弾いたフレーズがポンと出ます。はいはいはい。まあバッファの録音ですね。そのショートカットは、デフォルト状態で、それそうです、デフォルトで、シフトプラスアスタリスクでいけます。で変えたい場合はファイルの、キーボードショートカットからこのキーを入力ってところがあるんですが、ここにはシフト押しながら米印って入れると、今割り当てがトランスポートの非録音時のミディ入力っていうやつになります。はいはいはい、でそれが今使ってた機能、そうですそうです、を選択をしてあげると今選択されているものがここにあっています。割り当てられてると。そうです。なので、まあ、好きなところに変えていただいてもいいですし、そのまま使っていただいてもいいですしというような感じになっています。もともとアスタリスクについている機能自体が録音の機能なので、まあ、そのまま入れてもいいのかなっていう気がします。はい、はい、